すごいとこです。おはようございます。6月10日日曜日、ここは名勝百選七つ釜というところです。すごいとこです。あっちにすごいって、なかなかの景色ですね。あの森にはきっとクマがいると思いますね。むやみに歩かんほうがいいです。一応車はここまでです。この先トンネルがあって四つ橋が見るということです。一応温泉街と書いて、温泉と書いてあったけど、土産物屋ばっかしですね。あそこにトンネルがありますね。あっからトンネルの中から渓谷を見そうです。これ 何川って言うんだろうな。四つ川あるね。ここから入りますね。500円。あちこちから渓谷の眺めを見ることができるらしいです。最初の見晴らし所です。第一見晴らし所、おお、なかなかなもんですね。なだれの設計がどうなのか、なだれで落ちて石が残った。なんかすごいです。第二見晴らしです。ああ、ここもまたなかなかのもんですね。この設計すごいですね。おお、なかなかのもんですね。第三見晴らし所です。わあ、ここは岩があるかな、大きな。いまいち眺めが展望できるな。この岩はすごいわ。岩の山、はい、第三の次がここパノラマ見晴らし台、パノラマステーションと書いてありますね。おお、こう流れていってるんですね。気をつけるんですね。すごいですね。雪のあの上を削ってほしいような、白くしてほしいような。あれも流れ、ほら、こんだけ絶壁だからバサッと落ちるぞ。気をつけようとはこんなとこですね。先ほど駐車しました温泉街、ここがトンネル、今ここですね、パノラマ展望台。しかしどん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 続いてるんですよね。この下が登山道ですね。サルとか、クマがないな。こんなとこでした。水沢温泉。
あ、そうなの。雪国文学散歩の名湯百選の湯沢温泉です。今見たように駒子の湯、雪国文学散歩駒子さん、川端康成な。雪国の駒子さんがここで風呂入ったってこと。湯沢温泉で一番有名なところみたいですね。誰もまだ営業してないのか。誰もお客さんはいないです、うん、駒子にちなんだっていうのは何だ。駒子が入りに来たのか。だほんまもんじゃねえの。実物じゃねえのか。薬草寺、うん、ここの大桂が巨木50銭、それですね。桂の木としては日本一らしいです。これ幹回りが太いわ。薬草寺、結構古いですね。かなり傷んでます。こちらの影響やってんのかな。これあ、こちらが新しいから一応やっとるか。見事なもんです。2000年日本一の大桂って書いてありますね。2000年間観音様だわ。わあすごい。おじやちじみの雪さらしが風景百選です。とそれは田んぼの中でやってるんですよね。 雪の中で、それの記念館がここです。小物作り体験、体験もできるんだな。こんな感じで探すみたいですね。これは2月か3月頃の景色です。で、出来上がるとこういうなのか、そういうことね。なかなかのものですね。これは全国のものです。塩沢でなんか映画のロックがあったみたいですね。塩沢の織物、これは只見湖です、この辺りが銀山平ということで湯沢百選らしいです。この船は何の船なんだろうな。いっぱいあるな。まあ、この辺をあちこち遊歩道ができてるみたいですね。ここはキャンプ場ですか。で、遊歩百選です。まあ、そんだけのことですね。昼飯まだ当分と諦めていましたら銀山茶屋があります。これで、いや、2000円か、魚焼き。米は4枚サイズ。お魚焼きね。はい。イワナ、ここへ来たらイワナですね。そうなんです。塩焼きです。ここに来たら、まあ、山に来たらイワナだ。取れる、はい、あとは親子丼です。
はい、ここは2004年10月と書いてありますね。新潟県の中越地方襲った大地震、こんな風になったみたいですね。日中位置が途切れて、ここが計測されたんですね。これが平成の百景になってるんですけど、あれ辺かな、やっぱ崩れたとこ崩れたの、あれ辺か。あ、違うんだ、この日中位置が崩れたから。先ほど上から見たところがここですね。これが国道291です。ここを、多分ダサーと流されたんでしょうね。で、新たに橋がかかったということです。もう2004年だったから8年も前の話か、そういうことですね。先ほどから撮っていますけど、山越村は、平成百景ですけど、この復興した棚田がの景色がいいということで百選に選ばれているそうです。まあ、どこの棚田か分かりませんけど、ちょっとした棚田が見つけましたから、ここにしました。あのトンネルが何だったか、山越トンネル、あ、山越トンネルと書いてありましたね。見事に復興した山越村でした。終わり。トドというのか、トドの森。はい、もう水百選です。うっそうとしたものだな。水は飲んでみないか。はい、飲んだ。飲んで。ご利益ある。はい、毎度おなじみ名水を飲みます。どう、うん、結構冷たい。水の味がないからこれは大きな公園です。行く山公園、長岡市です。都市公園百選の公園です。共同資料館です。天守閣になってます。どうも、長岡城は、戊辰戦争となんか絡んだお城みたいですね。これが多分幕府方に味方したんだよな、私は思う。長岡城の城主は会津と一緒に戦ったんだって。中立、え、中立なの。中立を唱え、あ、そうなのか。徳川氏などの旧幕府側の旧家を解いたが、新政府に入れられず、琉球山公園、長岡城天守からの眺めです。長岡市、はい、あの辺がちょっとビルが固まってるぐらいですね。その大した大きな、市じゃないですね、うん、はい、初めて知っとる人の名前を見つけました。山本五十六さんです。この人は
長岡藩とどういう関係があったのか分かりませんけど、ここに展示されてますね。やっぱり長岡出身か、うん、うん、そうですよね。山本五十六といえばこういう白い、お父さんが56歳の時に生まれたから五十六だった。白い軍服がトレードマークだったですよね。